灰皿あるんじゃん。ない。ないか。憩いの灰皿はなかったな。なんこれ。なんなの。恐竜やろ。この建物何の意味があるのか分からへんけど。鼻からなんか出るんかなこれ。鼻バリでかいんやけど鼻が。めっちゃ久々やわ。ほんまに来るん久々やな。何十年ぶりで。めっちゃいいやん商店街。やっぱ雰囲気がいいよね。昭和な感じがたまらんよ。ナッツやば。月光レコードバリ渋いやん。あんま食べ物屋さんないんか。昔なんかいっぱいあったような気がすんねんけど開いてないんか。いいね。香川県に行ったつもりで讃岐うどんいかがですかって。鶏天食べる僕イケメン。行くんやめようかな。唐揚げはまだ開いてないんか。なるほど、食券タイプやね。めちゃくちゃうまそうやねんけど。買ったよ。なんか月曜日はあれらしい。学生さん一人なんか家族におったら一個無料にしてくれた。だから6個入ってた。大きい。これあれ入れ歯ぶっ壊れるやつやね。あっこ、あっこ、うまい、うん、楽しい、やばい。開けたて、めっちゃいい人、うまい。あっちに砂糖くびのジュースとかを取ったで、ジューシー、ジュースいい。だいぶでかいぞ。あっ、開く。やけどしろ。あ、うまい。絶対冷めてもうまいぞ。米欲しいもん。もはや。ちょっとおにぎり買ってきてや。嫌や。おにぎり買ってこいよ。いや、いやいや、野菜が安いよ。基本安いんちゃう。基本も安い。値段。ね。いらねえ。いいでしょう。ほぼほぼシャッターしかあれやけど。あ、ここも、あ、イートインスペース。へえ。お店屋さん。すごいね、イートインスペースとか結構あるやん。これも無料で遊んでくださいってやつ。へえ。有料やけど。あ、予約して。スペース貸してますよって感じ。で、遊んでくださいって。めっちゃいいやん。みんなの広場しましま。こんなとこあってんな。いいやん、楽しそうやん。ちょっと恥ずかしいけど。悪見えやからね。1000円のドット買いました。
やんちゃな服買いました。開いてないな、マジで。あ、ちょっと気になる。やってない。いや、やってないか。そうやってないんかい。あ、ここあれやろ、さっきのところのあれやな。めっちゃ並んでるわ、ここ。すげえ。うどん屋さんかな。ないな。入ろうか。うわ、めっちゃいいうなぎの匂いするな。食べる？うなぎ食べる？どこ？あ、ほんまや。うなぎのええ匂いしたけど開いてへんかったわ。めっちゃうまそうやな。なんかうまそうやなっていうだけで終わったこの動画。すいません、ちょっと時期間違えましたわ、来る時を。また改めて来ようか。アイス屋さん、ええとこあるやん。ええ、食べるとこあるやん。これ何やん。水出るん、これ。上下に動かすと水が出ます。これ上や。上か。あ、出た。あ、出た。今だ、今だ、手洗え。結構出る。あ、出る、出る。すげえ。じゃあちょっと、さっきのシューアイス食べようかな。めっちゃええ場所あるやん。シューアイスに適した場所あるやん。見っけてもだ。なにこれ、コアラ、ラッコ、それ最後の一個やって。最後の一個、最後の一個。あとキャラメルのアイスの上になんかチョコレートがコーティングしてあるやつがあと2個だけとかいう。どっちが美味しいですかって聞いたら、そんなん聞くなよ。両方買えよ。違うよ、今回初めて買うんですけどって言って、どっちがおすすめですか言って。両方買ったらええやん。まだってもう次のお客さんでも最後やってて、よかった、買い占めたほうがね。いや、かわいそうや。あ、うまい。優しいバニラの中華です。これ食べながら食ったら余計。おっさんが。これはなんて塩バニラやな。それが普通のプレーン。塩バニラキャラメルが良かった。これはなんか最初はそれ食べてって言われた。生地がうまかった。いや、大丈夫。ええ風やわ。台風やけど。な。いいや、ここ。いいな。けどもうやっぱり秋のあれかな、トンボが飛び始めてんな。赤トンボが飛び始めてな。あ、すごいね、こんなとこに赤トンボおるねんな。めっちゃおるやん、赤トンボ。大量におるで。
久々に見た、赤トンボ。そんなことないやろ。ほんまやって。そんなわけないよ。ほんまなって。嘘つけ。こんなに大量の赤トンボ、見にひんで、なかなか。この量は見にひんけど、赤トンボは見るやろ。へぇ最近見ない。手払いすぎや。めっちゃ手払うやん。クイズだな。高速でブンブン。うまい。めっちゃうまかった。ちょっとかな。今度はキャラメルやね。うん。また今度、ちょっとこの、水道筋商店街を、またブラブラしようかな。いいね、なんか。あ、めっちゃトンボやってきた。捕まえろや。すごいパウル。怖。じゃあ帰ります。ありがとうございました。ではまたどこかでお会いしましょう。